ドムネ先生のおかげまるです。今回も続き一つ目リッパー実況プレイやっていこうと思います。ということで前回ですね、無事に現段階で遊べる2つのエンディングのうち1つ見ることができました。まあね、内容はかなりプレイヤーにとって酷なものにはなっておりましたけれども、まあまずひとまず無事に見ることができたということで、でルート的にタバコ春彦ルートのエンディングということだったので、おそらく分岐ルートがあるんじゃないかということで、初めからね遊ぼうと思っていたらこんな画面が出ました。共通ルートを飛ばし選択肢のみを見ますかということで、とりあえずはいとしてみようか。これ多分エンディングの分岐の選択肢を遊ばせてくれるってことなのかな。だから要は各ルート共通するところは飛ばして見させてくれるっていうすごい便利機能。ああーなるほど、これあの時の選択肢か、懐かしい。私はどっちを信じよう。うわ、あったな、これ。体験版の時にあったやつだ。タバコ、ごめんなさい。タバコ春彦を信じて黙っているか、芽吹明宏を信じて悟す。これはあれですね。秋くんが、ちょっと春くんのことをこう、嫌ってて、でも確かこの段階ではまだ葵くんになんか吹き込まれたりはしてないんだけど、まあ、ちょっと嫌ってて突っかかってる。で、こっからちょっとさらにヒートアップしそうな感じでどうしようっていうところだよね。で、僕前回は多分全部春彦くん寄りで選んでると思うので、あ、そうか、だから自然と選択肢とかなくスムーズに春くんのエンド行ったんだ。じゃあちょっと今回はこっちの秋くん寄りの選択肢を選んでいこうかな。ってことはじゃあ芽吹明宏ルートになるんでしょうか。楽しみです。じゃあ秋くんを信じて悟す方を選んでいきましょう。秋、ちゃんと本当の気持ちを話しなよ。アキが春彦くんを嫌ってるのはちゃんと理由があるんでしょ。私は別にそれを否定しないよ。それを聞いてアキを嫌ったりもしない。春彦くんもちゃんと聞いてくれるからさね。ああ、まあ理由があるなら聞きてえな。あ、思い出したけど、これあれじゃない、なんかステーキ食べに行こうみたいな話してる時じゃない、ファミレスに。お腹空いてない俺は今それを思い出して急にお腹空いたよ。姉さんがあんたと出会ってから姉さんが遠くなった。え、あんたは悪いやつで姉さんをどこか遠くへ連れて行くのがわかるから。ギク。前回ちょっと見たエンディングをね、やっぱ知ってるとギクってなるな。だからあんたが嫌い。それが理由。なるほどな。何笑ってんの？お、あ、終わったっぽい。なるほど、これが、その共通ルートを除いたもう選択で変わる部分の場面ってことか。え、じゃあこれ、あ、3日目になった。あ、ファミレスのシーン飛んでるな、これ。なるほど。本当に選択肢の前後のそういう分岐の部分だけ遊ばせてくれるんだ。え、めっちゃ便利じゃないこれ。エンディング回収に親切マンじゃん。だろうね。そうだな。何か気になること言ってた？あ、ちふゆくんが生きて動いてる。嬉しい。え、うーん。春彦の態度を気にしていた。秋のことを知っていた。あ、これがあれだわ。葵くんに、めめちゃんが初めてこう、コンタクトされたというか、こう、話しかけられた時だね、教室で。あ、意外と覚えてるもんだな。これも確か前回はね、多分だけど、春くんのこと俺結構気に入ってたし、気になってたから、多分春ピッピの方を選んでると思うんで、ちょっと今回は秋くんの方、秋のことを知っていた。確かなんか、芽吹っていう人が、なんか一年にもいたなぁ、みたいなことを言われてる気がするので、じゃあ秋のことを知っていたを選んでいこう。そういえば、秋のことを知ってたみたいなんだよね。弟くん？うん。一年生に芽吹って子がいたって、実際見たことがあるような口ぶりだったな。ちょっと不安。不安、ああ。弟にちょっかい出したら、あいつ生きて帰って来られなさそうだな。確かに。そこまでじゃないけどさ。でも確かに秋に接触しちゃったら嫌だなって。まあ、地雷踏み抜くだろうな。
まあそうだろうな、ボコボコにされるだろうな。うん、なるほどね。ああ、なるほど、ここで葵くんの秋への接触をちょっと匂わしてたんだ。うわ、今思えばそうだったね。そういえばね、その会話忘れてたな俺。だからあんな結末になってしまったのか。秋、ねえ、何かあったの？何もないよ、今日は。でも追求する、追求しない。あー、なんかちょっと様子がおかしかった日ね。あ、俺ここ前回どうやったっけな。全部逆選んでこうかなと思ってるんですけど、これ追求するべきなのかな。ちょっと一旦調べてきていいですか。はい、戻ってきました。ですね、僕前回はやっぱり気になるから追求しようっつって、もうズバズバ追求しちゃったみたいなんですけど、まあ今までの感じでいくと、なんか上を選んでいくと春彦くんのルート、下を選んでいくと秋くんのルートっぽい感じがなんかしてるので、セーブもオートセーブでされてるから追求しないを選んでいきましょうか。言いたくないならいいよ、けど心配ではあるから、もし何か相談したいことがあったら言ってね。私は僕だけの姉さん。え、忘れないでね。忘れてないよね、姉さんは僕だけの姉さんなんだよ。僕には姉さんしかいない。姉さん以外どうだっていい。アキ、まあでもやっぱりどの道ちょっとって感じだな。そして6日目まで来てしまった。だいぶ飛びましたね。6日目ってなるともう祭り当日かな。あ、何事もなく投稿する朝ね。昨日のドラマ見てあのやつだ。ん？え、誰？誰？ちょっと待って、え、あ、変わった。普通にちょっと今までと同じところだなと思いながらも一応進めてたんですけど、読みながら変わったっぽいよ。これはルートが誰だろう、先生っぽいね。悪い、芽吹めめっていう生徒はいるか。午前の授業が終わってお昼、教室に先生が入ってきた。あれは確か秋のクラスの、あ、把握してるんだね。秋の先生か、葛城先生。あ、くずきだった。失礼しました。くずきかずたけ。うわー、なんかいい名前だな。一つの孫、一つ尊いと書いてかずたけ。いい名前ですね。おー、いたいた。悪いな、ちょっと話しておきたいことがあって。どうしたんだろう。あきくんの素行の話かな。そうだよね、この感じでいくと、このルートでもしばらくあきくんとは会ってない問題があってから、っていう状況だと思うので。話しておきたいこと？くずき先生。この漢字でカツラギじゃなくてくずきって読むの珍しいな。秋のクラスの担任教師。真面目で優しい性格だと評判で、秋のこともよく気にかけてくれている。お前の弟の秋広のことだな。最近あいつ妙にトゲトゲしいというか、どこか変なんだ。何か知らないか？何か、もう何も。おととい私は部屋に閉じ込められたばかりだ。そう、秋のことをどうにかしなければならない。このまま放ってなんておけない。だけどまずは二人きりで話さないと前に進めない気がした。おっと、ああ、春くん。先生、何か知らないかも何も。春彦くん、隣で話を聞いていた春彦くんは、おとといの出来事を話そうとしたんだろう。私は、慌てて制止する。秋の様子が変なのは分かってます。一度、きちんとお話ししてみます。そうか、それは助かる。あいつ、誰にも心を開かないからな。姉だけが頼りなんだろうと思う。そういうの分かってるんだね、いい先生かも。何か分かったら教えてくれ。俺も何でも力になるからな。
え、めっちゃいい先生。久月先生はそう言って、爽やかに笑った。本当にいい先生だな。でもこのゲームはいい人が大体裏があるからちょっと怖くなってくるな。前にも一度秋について話をされたことがある。秋はほとんどの教科で成績優秀だけど、やっぱり人付き合いだけは難があるようだ。友達と呼べるような人はいないし、本人に聞いてもいらないと言うし。私はそれが不安だった。だから春彦くんたちと仲良くなれた時は本当に嬉しかったのに。ファミレスのことだ。久月先生、わざわざありがとうございます。ああ、根はいいやつなのは分かってる。友達もできれば、きっともっと楽しいと思うからな。ああ、しまった。もうこんな時間か。そろそろ俺は行くよ。何か分かったら教えてくれよな。めっちゃいい人だな。怖いよ逆に。これから先なんかどんでん返しがあるんじゃないかっていう怖さがあるよ。はい、ありがとうございます。久月先生が教室から出ていくと、春彦くんはこっそりと話しかけてくる。言わなくてよかったのか。うん、私やっぱり秋ときちんと話をしてみようと思う。マジかよ。気持ちはわかるけど危険なんじゃ。あ、中優くん。危険？中優、すまん、言葉が悪かった。まあめめが言うなら止めないけどよ。僕も二人きりで話すのはおすすめできないけどね。でもめめちゃん、本当はどうしたいの？私、秋は大切な家族だ。確かにここ最近の秋はおかしい。でもこのまま放っておくなんてできない。私は秋のお姉ちゃんなんだから。放課後秋と話しながら帰ってみる。今日は自分の家に帰るね。あら、だいぶ変わったよルートが。そう、わかった。短い言葉の中に千冬くんのいろんな思いがこもってるのがわかった。言葉にすることはできないけど、私だって不安や不信感を秋に抱いたままだ。それが良くないからこそきちんと話し合いたいんだ。お、新しい資料。あ、なんか2つぐらい入ったっぽい。初めてじゃない？この廊下映んの。こんな色の綺麗。あれ？放課後、私は荷物を持って真っ先に秋の教室へ向かった。でも教室に秋の姿はなかった。どういうことだろうと周りの生徒に聞いてみることにした。ねえ、あの芽吹秋広って子もう帰っちゃった？え、いや、なんか久月先生に呼ばれて行っちゃいましたよ。あ、先生。久月先生に？あ、一応ちょっとなんか話そうとしてんのかな。私に会ってすぐ後の放課後なのに、久月先生は秋に、どういう話をするつもりなんだろう。私に任せてくれると思ってたけど。確かにね、俺もそう思ってた。ん？なんだろう、なんだか嫌な予感がする。え、ちょっと待って、嘘でしょ。私は二人を探して教室を後にした。だいたいあれじゃないの、職員室とかじゃない？あ、いた。結局二人が見つかったのは使われていない空き教室だった。なんでこんなところにいるんだろうか。直接聞こうと入っていく前に冷たい秋の声が聞こえた。姉さんに会ったの？あ、あったけど違う。お前のあれには何もしてない。え？狼狽した久月先生の声。え？なんか上下関係みたいになってない？どうしたの？一体何の話をしてるんだろう。こんなに焦った久月先生初めてだ。私は身を潜めて話を聞くことにした。ふん。でも僕言ったよね、何度も何度も何度も、姉さんだけは汚すなって、姉さんにだけは近寄るなって。けど最近お前様子がおかしかっただろ。バラしたんじゃないかって。俺だって
バラした。じゃあバラそうか。はっきり言ってお前と話してるだけで深い。すぐにバラしたってよかったのに、お前がうざいぐらい懇願してくるから。頼む、待ってくれ、何でもする。じゃあ死んで。芽吹き、何これ、何の話をしてるの。アキが久関先生を脅してる。そうだよね、完全に。でも久関先生も普段の様子と違う。全然違う。バラすって何のことだろう。私はアキと向き合うって決めたんだ。疑問も不安も積もるだけじゃ何も解決しない。アキ、私は物陰から飛び出て二人の前に立った。姉さん、なんでここに。助けてくれ、俺は何もしてないのに芽吹が。は？喋らないでよ。姉さんに話しかけないで。姉さん、いつからいたの。ごめん、ちょっとだけ盗み聞きしちゃった。何が起きてるのか説明してくれる。姉さん、そうだね、本当のことを教えてあげる。芽吹。アキはそっと私に近づいて何かを差し出した。それは、あ、小さなサイズのビデオカメラだった。ビデオカメラ、ビデオカメラ、カメラカメラとは絶対に言わないよ。これは刀の札ですか。まさか盗みの鳥のやつですか。それはこれ証拠品、こいつのね。何、キャッ、体に衝撃が走ったと思ったら急に視界がかげる。ちょ、先生、終わる、俺の楽園が。あ、何言って、ここまでひたすら真面目に頑張ってきたんだ。こんなことで俺の努力を無駄にするもんかよ。このカメラさえなければ。う、先生に捕まれたリオデが自由になる。すぐ隣にはアキがいて、私の手を引いた。私をかばうように一歩前に出る。触った、姉さんに触った。最悪だ、姉さんが汚れちゃう。最悪だ、最悪だ、最悪だ、最悪だ。何をしたか分かってるの。姉さん、こいつはね、僕たちの教室の至るところにこれを仕掛けてる。隠し撮りをしてるんだよ。そういう汚い、汚い大人なんだよ。え、久月先生が。にわかには信じがたい。久月先生は優しくて男女共に人気のある先生だ。戸惑う私をよそに、アキはカメラの電源をつけた。そこに映っていたのは、へっ、ね、大丈夫、姉さんの教室には仕掛けてないから。姉さんは僕が守るよ、大丈夫。なんだよ、何が悪いんだ。俺は確かにそういったもので興奮する。その何がいけないんだ。何がって、犯罪ですよこれは。だからなんだよ、俺は自分の欲を満たすためだけにしか使ってない。これはもう善だろ。それは意味がわからない。善、何言ってるんですか。無駄だよこいつ、脳みそないから。動揺する私をよそに、アキは淡々とカメラの電源を切り、自分のカバンにしまった。証拠があれば何かに使えると思ったんだけど、こいつ無能だし、
もういいよ、帰ろう姉さん。バラさないでくれよ、頼むから。小さく叫びを上げる、ごめんなさい、小さく叫び続けるクズキ先生を横目に、アキは私の手を引いた。衝撃的だった。あんなクズキ先生を見たことも、そして何をしていたのかも。何も言えない私の手を引きながら、アキはぽつりとつぶやく。結局この世界は醜い人間しかいないんだ。